続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。今回は10月は食品ロス削減月間と題してお送りします。スタジオには清掃リサイクル推進課の篠原さんにお越しいただいています。篠原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことを指す食品ロス。10月の食品ロス削減月間は3年前から始まった全国的な取り組みなんですよね。はい、2019年の10月1日に食品ロスの削減の推進に関する法律が施行されました。その中で法律が施行された10月が食品ロス削減月間、10月30日が食品ロス削減の日と定められました。なるほど。でそこからこの食品ロス削減月間に合わせて国や地方自治体などでさまざまなことを行っているんですよね。はい、今回は食品ロス削減に向けた荒川区の取り組みと区民の皆様にご参加いただけるキャンペーンの情報をご紹介します。まずは改めて食品ロスについて教えてください。はい、食品ロスとは食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。例えば外食などで食べ残した料理やご家庭で賞味期限が切れて捨てられてしまった食べ物などのことを言います。食べ残しには気をつけていますが、いつの間にか賞味期限が切れ捨ててしまったなど私も心当たりがあります。ではそんな中山さんに突然ですがクイズを出題しますね。クイズですか、わかりました。では問題です。日本で1日に出される食品ロスの量は1人当たりに換算すると次のうちどれが一番近いでしょう。1ご飯一口分、2おにぎり半分、3おにぎり1個分。中山さん、いかがですか。そうですね、1日に1人当たりの量ですよね。おにぎり1個もあったら問題だと思うので半分くらいでしょうか。残念、正解は3のおにぎり1個分です。そんなに多いんですね、驚きです。日本で出される食品ロスの総量は年間522万トンで、これを1人1日あたりで計算すると113グラム、コンビニのおにぎりおよそ1個分という量になるんです。なお522万トンの食品ロスのうち事業者の割合はおよそ 53% で、残りの 47% が家庭から出ています。半分近くも家庭から出ているんですね。はい、家庭から出る食品ロスには主に過剰除去、食べ残し、直接廃棄の3つがあります。過剰除去は食べられる部分まで過剰に除去して廃棄することで、大根の皮を厚く抜くなどがその例です。直接廃棄は消費期限切れや賞味期限切れにより食事として使用提供せずにそのまま廃棄されたものを言います。割合にすると家庭から出る食品ロスのうちおよそ4割が食べ残しです。荒川区でも可燃ごみの半分以上を生ごみが占めており、ごみの減量のためにも私たち一人一人が食品ロス削減に取り組む必要があるんです。ここからは食品ロス削減、ごみの減量について荒川区が実施している取り組みについて伺います。区では具体的にはどのようなことを行っているんでしょうか。はい、荒川区ではごみの減量、食品ロス削減のために荒川もったいない大作戦という取り組みを平成28年度から実施しています。
具体的には、あら、もったいない協力店の登録や、フードドライブの実施などに取り組んでいます。あら、もったいない協力店とは、飲食店や小売業を営むお店と連携して、食べ残しや直接廃棄などの食品ロスを削減する取り組みです。協力店では、料理の量の調整やバラ売り、量り売りなど、ご覧の5つの項目のうち、1つ以上実践していただいています。こちらのステッカーが、あら、もったいない協力店の目印です。フードドライブは、家庭で使われずに眠っている食品を持ち寄り、食料の確保が困難な団体や個人などに提供する活動のことです。荒川区では、荒川エコセンター、荒川リサイクルセンター、清掃リサイクル事務所、ゆいの森荒川や、区内の各ふれあい館、図書館、図書サービスステーションなど、計26箇所に常設窓口を設けています。こちらの上りが目印です。フードドライブではどのような食品を受け付けているんですか？お米や缶詰、インスタント食品などご覧の食品を受け付けています。未開封で賞味期限が2ヶ月以上ある食品が対象です。生鮮、冷蔵、冷凍食品は受け付けていませんのでご注意ください。集まった食品が実際どのように活用されているのか気になります。持ち寄られた食品は荒川区社会福祉協議会を通して区内の福祉関係団体などに提供しています。こちらは子どもの居場所づくりや子ども食堂などの活動をしている荒川子ども応援ネットワークが開催するパントリーピックアップの様子です。荒川区のフードドライブで集まった食品や企業や団体から提供されたお米などが用意され、お子さんのいる一人親家庭などに向けて食材の配布を行っています。皆さんから寄せられた食品が困っている方の手に渡るっていうのは嬉しいですね。私もフードドライブ協力したいと思います。ぜひお願いします。この他にも皆さんに食品ロスについて考えていただけるよう、昨年度からこちらのリーフレットを配布しています。ここには先ほどお話しした過剰除去、直接廃棄、食べ残しを防ぐためのもったいないレシピが掲載されています。このキャベツの葉で作るラザニア、美味しそうですね。こちらはつい捨ててしまいがちなキャベツの外葉や芯の部分、ブロッコリーの茎を使ったレシピです。これらの部位は実は栄養も多く含まれているので、ぜひ有効活用して食べていただきたいですね。ドライトマトのオイル漬けやパンの耳で作るタルトもとってもおしゃれで美味しそうなので、私も家で実践してみたいと思います。この他にもリーフレットには身近なところからできる食品ロス対策や荒川もったいない大作戦の活動紹介などが載っていますので、ぜひご覧ください。最後は現在開催中の食品ロス削減月間キャンペーンのお知らせです。篠原さん、今年はどのようなキャンペーンを行っているんですか？はい、区民の皆さんが楽しみながら食品ロス削減に取り組めるよう3つのキャンペーンを展開しています。まずはクイズキャンペーン、リックルからの挑戦状です。荒川区のリサイクルキャラクターリックルが出す食品ロスに関する謎を解いて応募すると、抽選で素敵な参加特典が当たります。特典は荒川区内共通お買い物券や図書カードで、ダブルチャンスとしてバンブーファイバー配合のオリジナル保存容器もプレゼント。ご覧の二次元バーコードからご応募いただけます。続いてのキャンペーンは食品ロス削減ミッション。食品ロス啓発用に荒川区が作成した絵本、アラペンのお願い
の朗読動画を見て食品ロスについて考えていただくというものです。こちらも二次元バーコードから問題に答えてご応募いただくと抽選で参加特典をプレゼントします。そして3つ目のキャンペーンがあらもったいない食品レスキューです。あらもったいない協力店の中から当キャンペーンに参加している店舗を利用し賞味期限または消費期限が近い商品に貼られたポイントシールを集めてご応募いただくというものです。抽選で20名様に荒川区内共通お買い物券が当たるほか先着100名には携帯用箸、スプーン、フォークのセットをプレゼントします。参加店舗は区の施設などで配布しているキャンペーンチラシまたは荒川区ホームページでご確認ください。なおそれぞれのキャンペーンの開催期間は10月31日までです。ぜひキャンペーンに参加していただき食品ロス削減にご協力いただければと思います。多くの皆さんに楽しみながら食品ロスについて考えていただきたいですね。今回の荒川区行政ナビは10月は食品ロス削減月間と題してお送りしました。篠原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。